ご自身もこれで食べるか、野菜の旨味を感じるために少ない。この黒なんだっけ、あれがもう絶望、真っ黒じゃない、私も構成の余地があるってこと、黒だと認めたくないけど これがうまいじゃん、なんかおしゃれだね、このつけ麺屋、うまい、いってきまーす、何これはレモネード、美味しそう、ね、くれるの私に、うん、ありがとう、でも私カヌレあんまり美味しいと思ったことないんだよやだ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 、確かさこれは美味しいかもしれない、しかもすごいプルプルしてた、それ気にせる、嘘そうよ、迷うね、スケート持ってるし、うん、だからあの時買おうって言ったの、これで焼けってこと、
この量終わらせます。今日なんかすごい嫉妬することがありまして、すごい刺激を受けました。私今の状態で頑張ってるって言えるのかなってすごい反省して、家事もおろそかになってるし、犬の散歩だって毎日行けてないことがあるし、資格の勉強もなんかやるとき追い込まれるとやるぐらいだし、動画の編集も毎週上げるって心の中で決めてても全然上げられてないし、もう趣味が読書なんですけど、その本ですらもう満足に読めてないなって思って、基本アルゴリズムの全部をやっていきたいと思います。なんでかっていうと、この残りが応用アルゴリズムと、あとこの疑似言語問題の演習だけ残ってて、この2つは絶対泣きながら解く羽目になると思うので、すごいなと思ったのが、ここに全部の丸の数がついているのと、あと合格者平均と自分の点数で何が足りないのかっていうのをここら辺でバーッと説明してくれて、他の試験で私はあんまりないと思ったんですけど、この回答表、私は落ちたので参考にはできないと思うんですけど、本当はね、まあ、人に見せるものじゃないので結構私は雑に撮ってます。字も汚いです。まさに漢字検定編、ありがとうございました。見て見て。あ、かわいい、うん、ロイドさん。カルトしたらムチムチや。でも、もうここでいいわ。かわいい。絶対当たんないからここで見とこう。
そして座る。開けます。せーの。あ、すごい。あんの？あんのか。すごいですね。あんですね。はい、ありがとう。うん、私が頼んだのはこの。じゃあ、ちょっと一緒に行きましょうか。あ、そうなんだね。これ、揃った。ね、私もこれ。ルマンド買ってあげる。このルマンド美味しいけどいらんない。持ち取り。いいよ。持ち取り。このエブリバーガー。エブリバーガーがいっちゃいな。何ね、それ。ホワイト&マカダミア。へぇ。やろうぜ。やるやろ。うん。こっちにつけんだよね。そうだよ。この青綺麗だね。この持ち手も青なんだよ。行ってみます。そうだよ。ちょっと慎重や慎重や。うん、お。うん、おいいね。ほらちょっとやっぱ色違っていいの。うん。あ、私の方がこっちにこう。寝た？桃からしたら嫌なのかな。エステかな。エステかなって思ってる。うん、で何に乗ればいい？なんだろう、何でもいいな。写真撮りたい。今アルゴリズムでもう泣きそうなんですけど、この本を書いている方がこういう感じの問題を30ぐらい解くと分かるようになる、ある時分かるようになるって書いてあって、本当かなって思いつつやるしかないです。どんぐらい飲んだに飾るんだ。絶対ほどけないように固く結んだ。大丈夫かな。
かゆすぎる。ここ蚊に刺されたやっぱ本場だから綺麗。うん、あるので、これが昨日、あ、今日の朝読み終わったスローターハウス5、面白かったです。すごい文章が好きでした。ギデオン、大宮王家の騎士、これはここの帯にあるセリフの抜粋がものすごい惹かれて買いました。迷ったんですけど、早川文庫だったので、まあ、間違いはないだろうと。これはツイッターで知ったんですけど、フィリップ・K・ディック賞に輝いた奇想短編集、スティーブン・キングがすごい絶賛してまして、面白そうだなと思って買いました。最後にこれが SF ホラー SF 傑作選、面白そうです。紐がついにぶち切れたのでね、サンダル買いに来たんだよね。なんかやだよし、はい、何が出るかな、あ、なんだろう、ハラミちゃん、どこでもドアだ、いいじゃん、まあまあ、え、なんだろう、どれはどこでもドアだいつもなじんでるやん、これじゃまじゃま、かわいいよね。いいね、いいね、でもちょっと